こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代で捨ててよかった服10選というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のチャンネルではですね、普段からいろんなブランドの素敵な服を皆さんにご紹介しているかなと思うんですが、まあそういったものを見てると、ついつい物欲が刺激されて、まあクローゼットの中に服がパンパンに詰まっている方少なくないかなと思います。もちろんですね、おしゃれを楽しむためにはいろんな服を持っておくことは悪いことではないかなと思うんですが、まあその一方で、あまりに量が増えすぎてしまうと、その中から日々コーディネートを組むのはですね、結構複雑で面倒くさくなってしまうもんなんですね。ですので、やはりですね、服を買うのと同時に大切なのは、ある程度服の数を減らしていくこと、なるべくクローゼットの中をシンプルな状態にしておくこと、これがですね、僕はめちゃくちゃ重要だと思ってるんですね。なので定期的にですね、断捨離のお話だとか、服を手放すための方法みたいなことをですね、皆さんにお伝えしてるわけなんですが、まあ、今回は40代の僕自身がここ数年で手放して、これ良かったなと思うものをですね、皆さんに10個ご紹介していきたいなと思っています。まあ、あくまでこれは僕自身の基準によるですね、捨てて良かったものというところなんですが、まあこれは人それぞれなので、まあぜひ皆さん、今回の動画一つの参考にはしていただきたいなと思うんですが、日々増え続ける服を断捨離をして、ギュッとですね、コンパクトにすることで、かなり日々のコーディネートは分かりやすくなりますし、ストレスからも解放されるので、まあ、ぜひ今回の動画一つの参考にしていただきたいなと思っています。まあ、僕自身今40代ではあるんですが、今回の動画もちろん30代の方でも役立つと思いますし、40代以上の世代の方にもですね、考え方としてはすごく使える部分があるかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここから具体的にですね、40代の僕自身が捨てて良かった服をですね、10個どんどんご紹介していきたいなと思ってるんですが、まあそれぞれですね、まあこの10個を見た時にある程度共通点があるなというのをですね、僕自身も感じたわけなんですね。まあある程度分類するとですね、まあ4つぐらいに分けられるかなと思ってるんですが、まず1つ目はですね、今の自分自身のライフスタイルと合わなくなってきた服というのはですね、やっぱり着なくなっていくし、こういったものは手放しても OK だったなと思っています。まあ、このあたり具体的なところはまた後ほどお伝えしますね。あと2つ目はですね、結構頑張って買った高すぎる服、このあたりもですね、意外とガンガン使うというよりはちょっと気使ってしまってですね、なかなか着る機会が少なかったりだとか、なんか自分のこう身の丈に合ってない感じがしていて、登場機会が少なかったりするので意外とですね、使いづらいなというのがありました。あと3点目はですね、これ根本的なところなんですが、まあ、服としてそれが着やすいかどうかですね、このあたりもすごく重要だなと思いました。まあ、本当にですね、10代20代30代の前半ぐらいまでは着やすさだとか、そういったところよりはですね、やっぱりデザイン的に好きかどうか、着づらくてもそれを気に入っていたら関係ないっつってどんどん着てましたね。ですので、まあおしゃれは我慢みたいなところが僕の中では染み込んでいましたが、やはり30代の後半ぐらいから徐々にですね、着心地の良くない服というのがちょっとこう着づらくなってきたなというのがあります。なのでこのあたりも共通項としてはあるのかなと思います。で、4点目はですね、なんとなくこう今の自分に似合ってないなとか、気分が上がらないなというところですね。このように感じた服というのはおのずと着なくなっていくので、手放すですね、一つの対象になってくるのかなと思います。今お伝えした通り、4つの項目に当てはまるものが今回ご紹介する10個の具体的なアイテムには根底には流れてるかなと思います。まあ、そのあたりも頭の片隅に入れながら見ていただくといいのかなと思います。それでは早速1つ目からいってみましょうかね。1つ目はロング丈の重ためのコートですね。まあ今撮ってるのがまさにですね、冬になるので、まあリアルタイムで皆さんも分かりやすいかなというところで、一つ目、ロング丈のコートでしっかりと重量感のあるものですね。これはですね、最近はほぼ手放すようにしています。まあ僕はですね、ロング丈のコートが好きなんですね。身長が高くないのでロング丈のコートは似合わないと思ってる方結構少なくないかなと思うんですが、まあそんなことは個人的にはないなと思ってまして、あくまで全体のバランスですね、コーディネート次第でロング丈のコートも十分着ることができるかなとは思うんですが、ただです
ね、やっぱりロング丈のコート、今のトレンドアイテムで素敵なんですよ。綺麗めなコートというのは魅力的なものではあるんですが、ずっしりとしたウールのコートですね、そういったものは一日中着てると重たくて着づらいんですね。そして脱いだ時にとにかくかさばったりするので、まあ、僕のですねライフスタイルにもちょっと合わなくなってきてるのと、あとはそもそも着づらいというところ、この2つに当てはまるので、まあ、最近はですね着なくなりましたし、結構断捨離をしてきました。まあ、もちろんゼロではなくて一着は手元には残してるんですが、それも着る機会は結構少なくなってきてるかなと思います。まあ、最近ですねロング丈のコートであってもずっしりとしたウールのものではなくて、もうちょっとライトな着心地のものが増えてきています。まあ、そういったものであればロング丈のコートでも全然 OK だなと思うんですが、まあ、かつて一長羅的に買った高いコートというのはやっぱり素材感がすごくいいので、その結果重たいものも多いんですね。そういったものは意外とですね気軽に着づらくて、年に何回着たかな、今年はなんか2回とか3回しか着なかったなっていうことが多かったりするので、まあこれは僕の今のライフスタイルだとか気分にはあんまり合ってないんじゃないのかなと思うので、ロング丈で重たいちょっと高級なコートは手放すようにしています。まあ本当にね気軽にお洋服を着て外に出かけるということ自体が僕にとってはすごく大事だったりするので、そのこう見た目だけにですね完全に振り切るというところがちょっと減ってきたかなというところで、一つ目はロング丈の重ためのコート、ぜひ皆さんもですね同じように感じたらこの機会に手放してみるのもいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて二つ目なんですが、これはですねスーツ類ですね。これもですねこの数年でとことん断捨離をしました。まあ、僕自身スーツですとかジャケットみたいな本当にこう綺麗めなアイテム、クラシカルなアイテムは好きなので、いろんなブランドのものを買ってきました。イタリア系のブランドから日本国内のブランドまでいろんなものを買ってきましたが、やはりですねライフスタイル的に今スーツを着て出かけるような機会がほとんどないんですね。まあ、数年前までは友人の結婚式とかそういった機会があったりだとか、まあちょっとしたこうパーティー二次会に呼んでもらうようなこともあったりしたので数着持っておいてもまあ良かったんですけども、今はですねそんなに結婚式に参加するシチュエーションもないですし、パーティーに行くこともあんまりないんですね。もともとパーティーみたいな華やかな場所はそんなに得意じゃないっていうのもあるんですけども、その結果スーツを着る機会がぐんと減ったんですね。そして世の中全体もこのようなビジネススタイルだとかスーツスタイルがカジュアル化してきてるので、もうカッチリとしたスーツじゃなくてもセットアップですね、ネイビーのセットアップとかで十分だなと思う機会がかなり増えてきたんですね。ですのでスーツ系は手放して、その代わりにちょっとちゃんとしたセットアップをですね、まあ2パターンぐらい持っていくような形で変化をさせているんですね。まあそれに伴ってスーツに合うようなシャツだとか、あとはネクタイですね、ネクタイの数も結構たくさんありましたが、今手元にあるのは3本ぐらいですね。3本でも多いぐらいなんですよ。それぐらいですね、ライフスタイルが変化していくと、かつては当たり前のように大切だったスーツというものも着なくなってしまう。でもしっかりと買ったものだから、まあ取っておきたいなと思っていて、しばらくは置いといたんですよ。だけどもそうなると、もう数年間買い替えてないわけなので、久々に着てみると、あれなんか違うぞと、今のトレンド感だとか今の自分自身の気分だとかサイズ感とかに全然マッチしてなくて、なんか合わないなっていうのがあったりしたので、結局手放してしまいました。まあ、スーツとかも確かに質のいいものを一回買って長く着るっていうのをする方もいらっしゃいますが、最近はライフスタイルは変わるのも早いです。そしてトレンドの流れも早かったですので、結構ですね一つのものを何十年も着るっていうのがなかなか難しいなっていうのを実感してるんです。その流れの中で僕はスーツは手放したんですが、まあ今のところこのジャンルにおいては今後もですねそんなに多く買うことはないかなと思っています。まあぜひ皆さんもですね最近着ていないスーツがたくさんあったら、まあ、その中で気に入ったものを1着2着残して手放すだとか、スーツの代わりにセットアップを用いるだとか、そんな形でですねギュッとクローゼットを整理していただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですねフード付きのパーカーですね。これ僕はですね大好きなアイテムで、今までフード付きのパーカーいろいろとブランドで買ってきました。ですが最近はですねめっきり着なくなってきたんですね。これはまあライフスタイルの変化だとか、あとは僕の中での気分の変化というところがあるかなと思うので、フード付きのパーカーが NG というわけではないんですね。じゃあなぜ僕がフード付きのパーカーを着なくなったかというと、まあ40代を迎えて、まあ自分自身
も大人の年齢になってきたと、その時にですね、フード付きのカジュアルなパーカーが少し気恥ずかしく感じるようになってきたというところも一つかなと思います。そしてフード付きのパーカーって結構首元が暖かいのは暖かいんですけども、ちょっと邪魔というのもあるんですね。なので首元がすっきりとしているパーカーではなくてスウェットですね、こちらの方が好きで、最近はいろいろと買い足しています。もちろんパーカーとかスウェットの持つカジュアルさというところも、まあ、僕ら世代だとちょっと苦手だなと思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕にとってはフードがあるかないか、ここが結構大きな問題であって、フードなしの方が重ね着もしやすいので割と使いやすいなと思っています。まあ、今シーズンであればフレッシュサービスのスウェットだとか、あとは H ビューティーアンドユースのスウェットだとか、このあたりを買い足して、まあ、ニットと同じぐらいの頻度で着ているので、スウェット自体は大好きなんですが、最近の気分だとかライフスタイルですね、僕は前はですねパーカーを部屋着にしてたんですが、パーカーって部屋着で着ていて、頭朝こう洗う時なんかにちょっと下向くとですね、フードがバサッと上から被さってくるんですね。そうするとフード部分がシャワーで濡れたりするので、意外と僕のライフスタイルには合わないなということで、まあ着る機会が減ったんですね。決して NG アイテムではないんですけども、僕ら世代だとややカジュアルに見えすぎるのかなと。あとは重ね着をするときにコートの内側パーカーみたいなスタイルも、これはこれでいいんですけども、ややちょっとこう年齢と合わなくなってきたかなというところで、最近は着る機会が減ってきています。まあ、ぜひ皆さんもですね、カジュアルすぎるアイテムというところが、まあ、今の自分とフィットしないなと思う場合は、こういったアイテムは手放していいかなと思うので、まあ、一つ参考にしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、デニムですね。ジーンズ系はたくさん持っていました。これまで本当にジーンズが大好きで、様々なブランドを購入しました。最初はリーバイスの古着から入って、その他様々なアーペイセーだとか、レッドカードだとか、ヤコブ公園だとか、本当に様々なデニムを履いてきましたが、やはりですね、今はあまり履く機会が多くはなくて、結構手放してしまっていて、今手元にあるのは1本ぐらいですかね。で、サイズ感に関しても、かつては細身のデニム一本槍で勝負していたんですが、まあ、最近買った501とかに関してはストレートの太くもないし決して細すぎないようなバランスのものが一本あるだけで、まあ、それ以外は手放してしまったわけなんですね。というのもやはりデニムというものにも流行みたいなものがあります。その時期によって色の濃さだとかシルエットだとか、そういった部分に流行が結構色濃く反映されるものかなと思ってるんですね。なのでその流れの中で、かつて頑張って買ったデニムも今履くとちょっとなんか細すぎるなとか、ピチピチすぎるなとか、あと丈の長さですね、ちょっとこれ短すぎないかなとか、そういった細かなバランスが変わってくることがあるので、結構僕の手持ちのデニムは一気に捨てました。で、僕ら世代っていうのは結構デニムが好きな方多いかなと思うんですが、今デニムがめちゃくちゃ旬なタイミングかというと、ちょっと前よりは少しこう復調してきたところはあるんですが、それよりもブラック系のパンツだとか、センタープレス入ってるような切れ目な感じのパンツですね。このあたりが、まあやはりこう、ベーシックには使いやすかったりするので、僕のライフスタイルの中でも結構デニムって、まあそんなには履かないかなということで、数はだいぶ減らしています。しかもデニムって結構それなりにパリッとしてるので、着心地の面ではそんなに履きやすい系でもないかなと思うんですね。それよりはちょっとゆとりのあるイージー系のブラックパンツとかの方が、足と生地との間に間があるので履きやすいんですよね。それでいてセンタープレスが入ってたりだとか、色が黒なことで、デニムよりは綺麗めに見えたりするので、まあそのあたりの方が僕のライフスタイルだとか今の気分には合ってるかなと思うので、結構デニムは手放したなと思います。まあぜひ皆さんもデニムいっぱい持ってるけど、なんか今の気分と合わないんだよなという場合は、1本だけでもいいのでお気に入りを残して、それ以外は断捨離するのもおすすめかなと思っています。はい、続いて5点目ですね。僕の動画の中ではおなじみだったレザージャケットですね。まあ後ろのですね、このハンガーラックにいつもかけてありまして、僕の中では定期的に、まあ、最近着ない服の一つとしてあげることが多かったんですが、いよいよですね、手放しました。もうですね、買って6年、7年ぐらい経っていたのかな。結構タイトめのレザージャケットで非常に気に入っているんですね。デザインとしては本当
当に素晴らしいなと思っていて、今までいろんなレザージャケット見てきましたが、手持ちのですね、レザージャケットを超えるものって本当に見当たらないぐらい気に入っていたんですね。ですが、やはりですね、どんなに気に入っていたもの、しかも結構高かったんですよ。十数万円して買ったような一長羅的なものであっても、時代の流れとともにサイズ感のトレンドも変わるし、あとは僕自身の気分も変わります。そして何よりですね、ライフスタイルが変わっていくわけなんですね。僕のライフスタイルを考えた時に、月曜日から日曜日までどこの場面でレザージャケットを着る機会があるのかというと、まあほぼないんですよね。まあ1年間通してもレザージャケットを着るということって本当にないんですね。なのですごくアイテムとしては気に入ってるんだけども、着ないという現象が起きてしまうんですね。これ僕もですね、普段いろんな方をスタイリングする中で本当にですね、気を使うようにしてるんですが、まあどんなにその方が気に入ったとしても、その方のライフスタイルと合わないものは絶対にタンスの肥やしになってしまうんですね。例えばレザージャケットをおすすめしようとしても、その方が着るシチュエーションがあんまり思い浮かばなかったら、やっぱりそれは持っていても仕方がないアイテムだと思うので、僕は無理しておすすめすることはないんですね。先ほどもお伝えしましたが、ロング丈のコートとか、あとは人によってはダウンもあんまり着ないという人もいると思うんですね。結構冬場であっても車だとか電車とかの移動が多いので、もうダウンってそんなに着ないんだよねとか、ロング丈のコートだとやっぱりこう車乗る時とかに邪魔なんだよねっていうような、まあライフスタイルに合わないっていうものは、いくら僕がおすすめしたとしても、それは買わない方が絶対にいいと思います。なんかパッと見はスタイル的にめっちゃかっこいいなと思うんだけども、でも実際自分のリアルな生活の中では使わないっていうものは結構多かったですので、その最たるものが僕はレザージャケットだなと思うので、これもですね、ついに手放しました。ただレザージャケットを僕はですね、攻めてるわけでも何でもなくて、もともと大好きなんですよ。レザージャケットもいっぱい買ってきました。で、たくさん着てきたんですけども、二児の父である僕のライフスタイルには今合わないんですね。まあこれから先、年を重ねた時にまたレザージャケットは着たくなるタイミングがやってくるかもしれません。まあかつてはバイクに僕も乗っていたので、また乗る機会があったらレザージャケットめちゃくちゃ合うと思いますし、また久々にバンドやってみようと思った時にはレザージャケット着たくなるかなと思うので、永遠の NG アイテムではなくて、今の僕にはちょっと縁が遠いかなというところで、レザージャケットも手放して良かったアイテムの一つかなと思っています。はい、続いて6点目はですね、これはですね、賛否両論があるかなと思います。革靴ですとかブーツですね、この類もですね、40代に入ってからかなりの勢いで手放しました。これもですね、冒頭にお伝えしたところで言うと、まあライフスタイルに合わないっていうところと、履きやすさとか着やすさというところですね、ここに該当してくるかなと思います。まあ僕は仕事柄あまりこうスーツを着たりだとか、カチッと目の着こなしをすることはほとんどないんですね。そうなると革靴を絶対に履かなくちゃいけないシチュエーションというのはほとんどないわけなんですよ。もし革靴を履くとしたら、それは個人の趣味として、このスタイルには革靴合わせた方がおしゃれだなと思うから履くみたいな感じだと思うんですが、そういうことももちろんあるんだけども、かつて頑張って買ったような本格的な革靴というのは、今の僕のファッションの傾向にはあんまり合わなくなってきてるんですね。それよりも最近購入した、まあ、クラークスのワラビーのゴアテックスとか、このあたりだと最近の着こなしの中に馴染むような革靴だし、革靴の中でも結構カジュアル寄りなのでハマってくるんですが、かつて頑張って買った、まあ、オールデンだとか、クロケット&ジョーンズだとか、あとはパラブースとかも、もうデザインとか大好きなんですね。素晴らしいなと思うんだけど、履く機会がめちゃくちゃ少ないんですよ。そういった形で、まあ、タンスの肥やし、シュークローゼットの肥やしになってるのって、やっぱり僕としては、ちょっと申し訳ないなっていうところがあったので、またしっかりと使ってくれる方に、メルカリで売りました。まあ、そのような形でバトンタッチをしていった方が、僕の中では、使ってなんぼだと思うので、ストックをしておくよりはいいのかなと思って手放したんですね。なので、まあ、革靴というものを自分の趣味趣向としてよく履くのであれば、僕は残しておくのはいいかなと思うんですが、まあ、最近全然履いてないなというのであれば、無理をして履く必要もないのかなと思います。まあ、スニーカーの中でも綺麗めなものもあれば、すごくカジュアルなものもあるんですね。例えば白系のレザースニーカーだとか、ブラック系のスニーカーというのは結構綺麗めになるかなと思います。一方で結構こうニューバランスのスニーカー
ニーカーだとか、サロモンのスニーカーだとか、そのあたりのこう、スポーティーなものですね。ランニングシューズ系のものっていうのはかなりカジュアルだったりするので、同じこう、スニーカージャンルの中でも、意外とですね、綺麗めとカジュアルを分けながら履くことができるので、まあ、十分かなということで、革靴、あとはブーツですね。このあたりもですね、結構質問をいただくんですね。おすすめのブーツはありますかとか、ブーツのコーディネートを教えてくださいって言われるんですが、まあ、僕自身が最近ブーツ全く履かないので、そういったものに関して具体的なアドバイスってなかなかしづらいんですね。僕自身が実際に体験しているものだからこそ、まあ、リアルに語れるところがあるので、まあ、ちょっとブーツというものは、まあ、なかなか履かなくなってきたなというふうに思っています。まあ、硬いし重いし、あとはボトムス履いた時のですね、裾との兼ね合いですね、ここも含めてちょっと収まりがあんまり良くなかったりすることもあるので、僕はブーツは多分これから先ももう履くことはないんじゃないのかなと思います。自分自身のおしゃれのために時間がある程度使えた時であれば良かったんですが、まあ、最近は、まあ、本当にオンオフともにバタバタと忙しいので、サクッと履けることは結構な正義だったりするので、まあ、スニーカーの中で自分なりにこだわりを持って選ぶことでしっかりと気分を上げていきたいなと思っているので、革靴だとかブーツ系も結構手放しましたということで、まあ、皆さんも該当する方はですね、数減らしてもいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて7点目はですね、小物編ということなんですが、僕はですね、レザー系のトートバッグみたいなものが大好きで、まあ、いろんなブランドのものを購入してきたんですが、その中でも手放したものの一つとして、まあ、ちょっと大きめのですね、レザーのですね、ブランドもののやつがあったんですが、それは手放しました。まあですね、結構ブランドもののバッグとかって魅力的ですよね。気分が上がるじゃないですか。どこどこのブランドのロゴがついてるということで、すごく気分が上がったりするので、僕もですね、いくつか持っていたんですが、まあ、ただ今のライフスタイルで考えた時に、僕がかつて持っていたレザーのトートバッグがでかすぎるんですね。まあ、海外製のバッグってレザートートでもめちゃくちゃでかいものが多いんですよ。まあ、そこまでの量を収納することもないし、結構かさばっちゃうので最近使ってなかったんですね。ただブランドもので結構思い入れがあったので、どうしようかなとは思ったんですが、もう最近は使わないので手放してしまいました。このようなブランドものってやっぱり気分が上がるので、一丁裏で買って長く使うと思うんですが、まあ、あるところからリアルな生活の中で使わなくなるタイミングって必ず出てくるんですね。まあ、その時にもなかなか手放しづらいんですが、やっぱり1年考えて使わなかったものというのは、その次の1年も絶対に使わないんですね。なので僕は思い切って手放しました。で、バッグなんかもやっぱり流行みたいなものはそこまでないんで、まあ、長く使えるものの一つではあるんですが、ただそれであってもライフスタイルだとか自分自身の好みって変わるんですね。かつてはデカめのバッグであってもそこのブランドで気分が上がればよかったんですが、まあ、それよりは今はもうちょっとコンパクトでもいいよねとか、まあ、ブランドネームも大事なんだけども、それよりもライフスタイルに合ってるかどうかの方が大事だよねということで、バッグの選び方さえも変わってきたわけなんですね。まあ、なかなかブランドもののバッグだとか小物系って手放しづらいかなと思うんですが、まあ、ライフスタイルに合ってなかったらなかなか使うことが少ないかなと思うので、まあ、ぜひこのあたりも断捨離の候補としてチェックしていただければなと思っています。はい、続いて8点目はですね、ベルトですね。このベルトっていうのをですね、手放すっていうのもなかなか極端かなと思いますし、皆さんに推奨するわけではないんですが、まあ、僕もベルト大好きで、いろんなブランドのものだとか色合いのものを持っていましたが、今厳選して1本だけにしました。ブラックのレザー系のですね、ベルトですね、これだけを持ってるんですが、これさえもうほとんど使うことはありません。で、なぜ僕はベルトを使わなくなったのかというと、基本的にはですね、ボトムスのサイズに関してはウエストにジャストなものを選ぶようにしてるんですね。ベルトがなくても下がってこないボトムスしか僕は買わないと決めてるんですよ。これなぜかというと、僕の中での体型管理の一つのコツなんですが、まあ、ぴったりめのボトムスを買って、なんかウエストきつくなってきたら、あ、これ体重ちょっと増えたなっていうところで、少し食生活を見直したりだとか、運動の量をバランス取ることで、また体重を元に戻すみたいなことをやっているので、一つのバロメーターになってるんです。
ですね。ボトムスはウエストはしっかりと合わせる。そして体型をキープするという意味では、もうボトムスのサイズにはもうとことんこだわって選んでいるんですね。その結果、なかなか自分のですね、ベストなボトムスって手に入りづらいわけなんですが、そうなるとベルトってなくてもいいわけなんですね。もちろんこう、デザインの一部として取り入れるという方向もあるかなと思うんですが、ベルトってやっぱりちょっとめんどくさいじゃないですか。ボトムス履いてわざわざこうベルトを一巻きするというですね、手間も省くことができるので、ベルトなくていいなということで、まあ40代入ってからはもうほとんどすることはなくなりました。ただ、やっぱりこう、ジャケットを着るスタイルだとか、セットアップのスタイルとかで必要になる機会もあるので、一本だけは残しているんですが、まあかなりですね、ベルトの数も減らしました。まあもちろんですね、タックインをしてベルトを見せるみたいなスタイルもあったりするので、そういった形で必要な方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕はタックインの時にもベルトしない派なんですね。まあベルトを入れることで中間にアクセント的に用いるというのもいいんですが、僕はそこがですね、かえってない方がスッキリとして好きなので、タックインのスタイルでも使わないんですね。まあそういった僕の好みだとか、ライフスタイルだとか、そういったものを加味すると、今ベルトいらないなということで、結構手放して、クローゼットの中はスッキリしたので、まあ同じような意見の方はぜひ減らしてみるのもいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて9点目はですね、マフラーですね。まさに今の季節だとマフラーは欠かせないという方結構多いんじゃないのかなと思います。まあ、特にですね、チェスターコートみたいなものを着る場合は、ジャケットの襟のような形で、まあこう V ゾーンが空いているので、このあたりが結構寒かったりするので、まあ、マフラーあった方がいいという方もたくさんいらっしゃると思うので、ここは真に受けないでいただきたいなと思うんですが、僕はマフラーみたいにこう首に何かを巻くものってそんなに得意じゃないなということに、ある時気がついたんですね。なので、そこからはマフラーをすることがほぼなくなりました。で、最近はアウターであっても襟が立てられるようなもの、スタンドカラーのものが増えてるんですね。まあ、その結果、首周りに何かを巻かなくても十分暖かいんですね。なので、僕の中ではマフラーいろんなものを持っていましたが、ほとんど手放してしまいました。なので、かつては僕にとってはマストのアイテムではあったんですが、マフラーなくても大丈夫だなということで、これもまた僕の好みだとかライフスタイルの影響があるんです。ですが、まあそういったところを含めて、まあ使わないものはどんどん手放していくのがいいかなと思います。やっぱりこう冬のスタイルの中では欠かせないアイテムの一つとしてマフラーってあげることも多いんですけども、それが絶対にマストアイテムなのかというと人によるんですよね。ライフスタイルによるので、まあぜひ皆さんのライフスタイルに合わないものだったら僕がどんなにお勧めするものでも思い切って見送るというですね、英断をしていただければなと思っています。はい、続いていよいよラスト10点目なんですが、長財布ですね。まあ財布というものもですね、僕は今までいろんなものを購入してきまして、結構な頻度で買い替えています。まあ毎日持つものなので、本当にですね、ライフスタイルだとか今の気分に合ったものを持っていることが、まあストレスがなくていいなと思うので、まあいろいろと実験をしているんですが、まあその中で長財布だとか、まあ折りたたみのちょっとこう大きめの財布だとか、そういったものは、まあ本当にですね、40代に入ってからは買わなくなりました。まあこの数年で、まあキャッシュレスというところを急激に加速してますし、まあクレジットカードさえ持っておけば、まあある程度大丈夫かなという状況になっているので、財布はもうコンパクトにして十分かなと思っています。まあ最近はですね、こちらのお財布を使ってるんですね。また今年の中でもですね、アップデートしたんですが、最近はこのアエタというですね、レザー系のブランドのものですね。こちらとグラフペーパーというドメスティックブランドのですね、コラボレーションで作っているこちらのお財布ですね。これを使っています。これお財布なのか、まあコインケースなのか、絶妙なところなんですが、まあ、本来であればコインケースですね。僕はこれぐらいのサイズで十分なんですよ。カードもなるべく会員証みたいなものは少なめにしているので、もう本当に免許証と保険証と、あとはプラスアルファでこう銀行のカードとかクレジットカードが入ってるぐらいで、まあ、5枚以内でまとめるようにしてるんですね。で、お札も折りたたんで入れていますし、小銭も最低限のものだけ入れるようにしています。まあ、小銭ってたまに使うんですよね。例えば、なんか家族と一緒に出かけてガチャガチャがやりたいと言い出したりだとか、ちょっとしたなんかこうクレーンゲームやりたいだとかって言い出した時に、まあ、小銭が急に必要になることもゼロではないので、まあ、一応念のために少しだけ入れてありますが、これぐらいの財布の大きさで十分だったりするんですね。まあ、このようにライフスタイルによって全てのものが変わってくるわけなんですね。かつては長財布、お金持ちに
になるには長財布だとか思って、独立したての頃なんかはまさにですね、長財布を使っていたわけなんですね。まあ確かにですね、まあ長財布使ってる方当時は多かったんですが、まあ仕事で関わるいろんな経営者の方とかの財布見てると、長財布の方結構減ってますね。結構コンパクトな財布の方も増えてるので、長財布イコールお金持ちっていうのはまああんまり関係ないかなと個人的にも感じています。まあ余談ですが感じています。まあ本当に長財布っていうものも今のライフスタイルと合わなくなってきたなっていう方は、どんどん小さなサイズに変えていくのもいいと思います。コンパクトなサイズになれば、そこに入るだけのものに厳選すると思うんですね。カードの数もこの財布にしてしまえば入らないので厳選せざるを得ないし、小銭の枚数であったりだとか、お札の枚数に関してもかなり厳選するんですね。まあ、そのようにこうミニマルにしていくっていうこともすごく重要なので、まあ、このサイズの財布にしてすごく良かったなと思いますし、長財布は手放して良かったアイテムの一つなんじゃないのかなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。かなりロングバージョンになってしまいましたね。僕自身が40代で手放して良かったアイテムを10個皆さんにご紹介させていただきました。まあ、一番最初にお伝えもしましたが、まあ、ライフスタイルに合わないだとか、着づらいものだとか、あとはちょっと高すぎるものだとか、気分が上がらないものだとか、そのあたりはですね、やっぱりどんどん手放して間違いがないかなと思うんですね。そしてどんなにおしゃれな人だとか、僕らみたいなファッション系のですね、YouTuberが言っていたりしても、ご自身の感覚だとかライフスタイルだとか価値基準に合わないものは絶対に買わない方がいいと思います。これも間違いないです。誰かに勧められると、まあ、特に動画の威力ってすごいので欲しくなっちゃうんですが、やっぱりリアルに自分が使ってる様子を想像して、あ、これ使う機会ないなってものはもう素敵であっても買わない方がいいんですよね。ここをしっかりと意識すれば、結構買い物の失敗って減らすこともできるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも頭の片隅に置きながら、今後の僕の動画もですね、お楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。